シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくのけはモンストニュース予想をやってくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためにやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の5月25日のモンストニュースは、超重心最新限定キリンジが発表されたということで、それでは主な内容を見ていこう。まずはチョイスガチャの発表。去年はこのタイミングでチョイスガチャがやってきました。はい、お次は超重心最新限定キリンジ。はい、ここでやってきたと。なかなか優秀なキャラだよな。声優さんは中村雄一さんということで、簡単に振り返っていきますが、まずは革命家の方から。3ギミックに対応していて、超バラに闇属性キラーですごい火力を出していける。殴り火力では、超バラと超アンチダメージボールと超アンチワープ闇属性キラーと、殴りを上げるアビリティが豊富についており、さらに SS が敵に触れるごとにパワーがアップで、敵にはまったりするととんでもない火力を出せるんだよな。で、殴りだけではなくて友情コンボも超バラと闇属性キラーが乗ってきて、すごい火力を出していけると。で、防御面も優秀で、超レーザーストップ M とドレイン M を持っていて、すごい回復やっていけると。はい、ということで、全体的に優秀なアビリティをもらっている。で、適正ではこの3ギミックで、豪絶ベジテバラに行けたと。ほんと正統派の適正という感じだったよな。はい、そういう、キャラクターでした。お次は、救世主の方を見ていこう。この子は4ギミックに対応していて幅広く行けて、超砲撃型の友情コンボ優秀キャラだよな。反射ウォールボムが、とんでもない火力を出してくれる。それにバイタルキラー M とかファーストキラーも乗ってくる。活躍としては、天魔の試練10。あそこで、1手目をワンパンする役目として活躍したよな。周回で役立ったと。はい。で、さらに、この子は、無惨様かな、鬼滅の刃の第3弾の超究極でも活躍しましたよと。はい、そういうキャラクターだったな。なかなか優秀かと。ではお次、重心化は装備見ていこう。進化と神化の対応ギミックを合わせた3ギミック対応で、もともと売りだった非属性キラーの乗る壁ドン SS が SS 短短縮で早く撃てるように。で、友情コンボはコピーを持っていて、非属性キラーが乗るコピーとして使っていけますよと。適性としては、光の冒険戦のベルデかな。ほんと工場枠の適性というとこで、強かったというわけではねえよな。はい、というキャラクターでした。お次、重心化回は、ムツムネミツ。この子はもともと友情コンボが強かったキャラクターだよな。アンチ転送壁をもらって3ギミック対応に、魔法陣ブーストは M になり、友情コンボも等級が上がりましたよと。で、さらに、一定期間アップ SS が壁 SS 短短縮で早く打てるようになったということで、ほんと全体的に友情コンボ、強化されたんかなというところ。適性としては超究極風のサンザルクに行けましたよと。はい、そういうキャラクターでした。オッケー。というわけで、モンストニュース予想に入っていこう。超重心祭新限定の発表ということで、過去の傾向から明日のモンストニュースで超重心祭新限定が発表される可能性があると。はい、先週はミッドナイトパンティ?パーティ?パンティに清掃ちゃんが追加されているけども、いや、名前大丈夫かってとこだよな。はい、そんな中、今週超重心祭新限定が発表される可能性があると。どういうことかというと、これ見てもらうと、はい、過去の傾向、超重心限定は、このタイミング5月の終わりか6月の終わりに毎年追加されてんだよな。超重心限定というと、1月の新春限定と、このタイミング、1年に2回追加されてんだけども、このタイミング怪しいんだよな。で、おそらくなんか5月の終わりに、運営さんはしたいような感じなんだけども、この、アビスの時、6月の終わり、だから2022年だよな。この時は、5月の終わりにスパイファミリーの超重合体コラボがあったから、こっちになったんかなというところ。だからやっぱ5月の方が可能性高いよな。はい。というところで、追加されるんであれば、属性は何なのかというところで、これ見てもらうと、この順番的にネオから
からね、一体もいないのよ、水が。なんか水の可能性すごい高いよな。で、でもなんかその水やるんだったら、その、レイデズ・アレスターの適性として出してきそうな気がするんだけども、まあそういうわけではない。まあというのがそのレイデズって、まあ開催期間中にそこの適性のモンスターが引けるガチャを開催してんのよ。例えば、フォーサーの時はマギア。超重心祭でマギアで、次のロバーの時が超重心祭のマサムネ。で、お次がアジデータか。アジデータの時はシンイベントの禁止編。まあ、過去にそのほら、超重心祭2回も合わせてきているというところで、まあ、今回もそういう風に来るんかなと思ったらタイミングが合っていない。はい。だから、もう、なんか、水ではなくて別属性出すつもりなんかなっていうのも考えられるよな。その場合だったら、なんかもう木の可能性もあるってとこなんか、まあ、光はちょっと、あ、どうなんだろう。まあでも数的には考えられるけども、やっぱりまあ古さ的にもう木の可能性もあるかもしれんと。まあ多分水だと思うけどな。はい。まあね、そういうところなんだけども、まあ今ちょっと言われているのがこれだよな。霊術アレスターが、なんか土曜日降臨なんだよな。それで金曜日の19時も空いているということで、なんか怪しいなという状況。で、5月の終わりにそのコラボ、鳥獣コラボってあり得るんかということで、先ほども言ったようにスパイファミリーがまあ5月の終わりにやってんだよな。で、ここに過去の鳥獣コラボあげたけども、まあ全然ね、ここで鳥獣コラボ来る可能性はもうあり得るのかなというところ。まあまあでも、さすがに普通に、超獣神限定だと思うけどな。まあでも、まあでも全然考えられる状況ではあるな。はい。というところでね、ぜひ皆さん他になんかこういうコラボの可能性があるかもってことを教えてくれたら嬉しいぜ。あとなんかほら、ジャンププラスの作品が2連続この超獣合体コラボに来ているから、そういうコラボの可能性も全然あるよねと言われているよな。なんか怪獣8号とか。はい。まあでもよ、本当に普段のコラボではやりづらい作品をこういう時にやってほしいよな。その推しの子とか、ボッチザロックとか、リコリコとか、まあリコリコギリいけるか、普通のコラボでも。でもなんか、キャラ少ないか。まあまあそういうとこね、やってほしいけども、推しの子は今、コラボ開催中で難しいみたい。というところでね、皆さんの予想を待っております。まあでも、さすがに、超獣神限定な感じするけどな。はい、というところでした。OK。で、ちょっと、なんか嫌なオチは、あ、土曜日降臨は金曜日に光の冒険戦始まるからよとか。うわー、それ嫌だな。まあまあ、もう光の冒険戦で、ね、ちゃんと改良してくれて、モチベが上がるようなトレードマのようなキャラクターが来てくれるなら全然いいんだけどな。まあでもなんかさすがに新しいものやってほしいって気持ちはある。はい、というところでした。OK。はい、というわけで、アレスターの性能がもう判明していて、これすげえ優秀じゃねえか？というのが、まず、ショットスキル。触れた最初の敵で、味方の状態上回復効果を持つ範囲攻撃。こんな感じで、これ、味方の状態上回復できるんだよな。で、アシストスキルが、アイテムハートを獲得した時に、SS ターンを2ターン短縮。え？ハートだったら SS ターンを2ターン短縮できんの？これすげえな。で、SS が、壁をすり抜け、すり抜けた壁面数に応じてパワーがアップ。で、これもすげえ火力上がりそうで、おそらく、4面壁を触れるごとに、威力上がっていくと思うんだけども、その壁すり抜けるだけでも上がってるみたいで、これすげえ火力出そうなんだよな。はい。というところで、現状では未開48適性なんだけども、なんかサポート力すごいから、なかなか優秀な、霊術新獣神化アレスターかなというところ。はい、絶対に、やろう。で、お次がコトダマンコラボ発表しまして、転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。発表されました。これもう今、アニメ始まったばっかりじゃない？4月頃に。というものがね、やっていると。ちょうど見ようと思ってたのよ。とか、まあちょっと見てんだけども、皆さんどうだったかコメント書いてくれたら嬉しいぜ。はい、というところでした。以上、OK！ギルガメッシュ、伏せ姫。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。
夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。泣き言ってしかたねえ。